最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。もちろん。試合頑張ってね。任せとけって。じゃあさ、今夜シュート決めたら、こうすから、それタリアのメッセージっつうことで。席どこ？東ブロックです。最前列。私右から5番目ね。了解っす。
じゃあそろそろ行くわ。応援よろしくな。せーの、プリーツボール教えて。これから試合だって。じゃあ終わってから。な、今夜は、今夜はダメだ。だろ、明日明日。絶対だよ。約束っす。俺がそのニュースを聞いたのは3回目の家出をしている時だった。みんなのヒーロージェクトが練習中に行方不明、捜索打ち切り。俺の親父はジェクトの熱狂的なファンでさ、親父驚いてるだろうな、ショックだろうな。そう考えたらなんだか泣けてきた。ほら、慌てて家に帰ったね。で、一晩中ジェクトのことを話し合ったんだ。あんなに親父と話したのは久しぶりだった。おいおいおい、回想シーン入っちまった。さて、あれから10年、今年から始まったジェクト記念トーナメント、そのきつい潰し合いから勝ち残ったのは、そう、東 A 地区のエイブスと南 C 地区のダグルス。注目はもちろんエイブスのエースのあいつ。去年のルーキーが今年はいきなりエースだ。あのジェクトの血を受け継いだ新しい星、今日はどんな動きを見せてくれるのか。今日こそあの幻のシュートが炸裂するのか。期待するなってのが無理だよな。遅れちゃうっつーの、引っ張んなって。
始まるよ。あ？泣かないで。あ？なんだ？待てよ！こっちやばいって。見ろ。俺たちは神と呼んでいた。神。ジェクトの土産だ。親父の？使い方は実践でな。雑魚に構う時間はない。突破するぞ。全て倒そうとは思うな。邪魔な奴だけ切り捨てて走れ。
き勝手暴れやがって。まとめて片付けてやろう。じゃねえクソ親父、アーロン逃げた方がいいって。迎えが来ている。は？手に負えんな。おい、あいつ落とすぞ。なんで？面白いものを見せてやる。Ha!
覚悟を決めろ。他の誰でもない。これはお前の物語だ。いろいろ考えてたのは覚えてる。俺どうなるんだとか、ここどこだよとか、そのうち頭がぼーっとしてきてさ、なんだか眠くなって、夢を見た気がする。一人ぼっちになる夢。誰でもいいからそばにいてほしい、そんな気にさせる夢。You